こんにちは、そらです。1曲目はダンサーハラシ、冗談ですよエリーさん、冗談ですよ何を言ってるか分かんないですね何を言ってるか分からないタイムです。じゃあ、セットに行きますね。いや、結構です。どっからか天国の声か地獄の声か気づきましたけども、はい、それではですね、冗談ですよダンサーハマ短期って逆から読まないでくださいね今やろうかどうか迷ってます1曲目はですね、石別という歌です。よかったら手拍子なんかウインクを貸します。気持ち悪いですね。3番じゃあ、すいません時よ山の中に髪を過ぎて駆け抜けあなたという名の物語手のひらに残したままいつか夢に幸せになれそうよ失敗はいらないから年もいていつかまた振り返るまでさようなら昔抱かれたものの愛は二度と直せないたとえどんな素晴らしい小説家でさえも何度読み返してもラストシーンは悲しいけれど確かに二人の物語信じ合えた宝物そう僕はこの春就職しましたが幸せになれるなら言葉は飲み込むよ胸を痛み微笑ましく思えるまでさようならそう私この春ママになりました幸せという温かい言葉二人で抱いて年老いていつかまた振り返るまでさようなら
つかまた振り返るまでさようなら。3曲目をね、続けてやりたいと思います。これ今日このマイクがね、使うのって初めてなんですけどね、こう、何ていうんですかね、緩んだ、ゴムの緩んだパンツみたいな感じでね、ずり落ちてくるね。はい、それじゃですね、あまり激しい動くと大変なんですね。2曲目、3曲目ですね。2曲目は夢子っていう、夢の娘っていうね、昔作ってたんですね。で3曲目はお天気お父さんという幕外なんですよ。3曲目もしよろしかったら聴いてみましょうね。嬉しいなと思うんですけども、特に男の人はね、いくつになってもね、心のどっかにね、少年の頃って思ってたりするんですよね。少年の頃はだんだん少年の頃になってね、でそのね、心の中にいる少年の頃がね、絶えず追われてるのはね、旦様だけじゃないと、エリーゼの旦那は違うんだけども、やっぱり永遠の少女なんだけどね、何言ってるか分かんないんですよね。いいんですよ、何か言ってるけど、きっと誰か分かってる人がいるんだろうなっていう程度で構わないです。それでは旦様違いますよ、夢子と天気予報士も続けていきます。夢子半音とか違いますね、これ一曲目ハーモニカ使わないのに、どうしてあんまり使ったんですかね。いや、どこがわかんない、どこで作ってたらいいんですか。心の片隅に描いたとな世界へ満たしてくれる不思議なくらい澄んだ瞳の少女、君はどこから上がってきたの。夢子遠い海の底に君の歌が聞こえる。夢子君が笑ったのはおとぎ話の中だった。もしかしたら君は人魚姫のようにあるから海の国で育ってきた。幸せに憧れ悲しみ恋をして、誰にも知れずに消えてしまうの。夢子遠い海の底に君の歌が聞こえる。夢子君が笑う音に話の中だった。いつでも歌を歌っていた。君の瞳は笑って
は優しさと寂しさと夢一つ描いて消えてしまった。夢心海の底に君の歌が聞こえる。夢と君が笑ったのはおとぎ話の中だった。夢と僕らの胸に愛を残してくれた。夢と君の心はガラスのようだった。夢と君が笑ったのはおとぎ話の中だった。しかたりふうか、それともいい天気、とっても気になる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 、お天気を上手早く教えてよ。別にデートする彼女もいないし、散歩する気分でもない。でもやっぱり雨降りより青空がいいよね。だけどたまには雨も降らないと水不足で困るかな。明日の天気は雨かくのか雷か雪か、みぞれか通り変わったがしかった、いつかそれともいい天気、とっても気になる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 、お天気お嬢さん早く教えてよ。曇り空も君の鶴の一声で青空が広がる。隣のいたずら小僧が明日の遠足とても楽しみにしてるから、晴れにしてあげてよね。明日の天気は雨か雲か雷か雪か、みぞれか通り変わったがしかった、いつかそれともいい天気、とっても気になる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 、お天気お嬢さん早く教えてよ。明日の天気は雨か雲かっていうところね、あの
大体一方向こうって見てたんですよね。で見られた人はしまったって顔してね、このフレーズ終わるまで視線そらしませんから、なんか頑張りましたよね。僕は雨かくもっかってやった時ちょっとね圧倒されちゃって、で負けそうになりましたね。でちょっと危険地帯を避けてこっちに来たんですよね。こっちもっと怖かったですね。最初から視線を合わせようとしませんでしたね。僕はこっちを向いた瞬間に、惜しかったですか？大丈夫ですよ。お天気お嬢さんという曲をねやっていただきました。やっていただきましたじゃない、やったんですよね。はい、それではですね、あの次あの僕の、ね、曲っていうのはね、あのいくつかね、あの傾向があるんですよ。あのタイトルにね、あなたってつくのはね、あの結構あるんです。あと風というのがつくのもあるんですよね。あとあのまたんけ、またんけないですよ。あのだいたい僕ね MC 長いんですけどね、だいたいこの上品な、あーなるほどなっていう語る癖があるんですね。で下から引っ張るんですよ。もう一人の自分がいてね、この下の方へ下の方へ引っ張って、あのそれこそこうゴムの緩んだパンツっていうんですか、どん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 下がっていくんですよね。なんとかね、年とともにこう20代とかね、何のことか分かんないですよね。何のことか分かりますよね。いいんですよ、そこで反応するの難しいですよね。もう知らないふりして食べ続けたいのくださいね。はい、でその傾向なんですけどね、 あなたっていう言葉がつくのと、それから風っていうね曲がつくのと、あともう一つね、すごく人を死なせちゃうんですよ。で人を死なせちゃう歌が結構あって、で次もね人を死なせちゃう歌なんですね。歌う前からこう涙が出そうな感じなんですけどね、自分で歌の中で殺してるって何言ってんだっていう感じなんですけど、ズバリもっと生きられたっていう曲ですね。気にしないでください。君も生きられたら
も生きられたな。次の次の曲ですね、はい、さっき言ったあの人をね死なせちゃう歌がある、あとあなたっていうね、作るのもの、それから風っていうのが作るものですよね、その風の香りっていうのを次に歌っていただきます。はい、じゃ風の香り、風の香りは僕のね、このギターの穴、サンドホールですけどね、ここにくっついてるこれね、あのチューナーなんですよ。まあいいやって言っちゃいけない。風の香りです。これはね、一番最後の歌にも難しいんですけどね、あのある程度の年齢の方結構多いと思うんですよ。ちょっと後ろ振り返ってね、いう時があるのかなって気がします。そんな歌、次が近いちょっと女性に歌ってほしい。男の人も聴いてほしいですけど、女性の人も聴いてほしい。時の流れも戻らないから、もしもあの時なんて考えるのは予想、目を閉じて耳を澄ましてごらん、風の歌、君の後ろからそっと囁くように、空の果てから舞い降りて、君の元でささやく、ほらやっぱり君は笑顔が風の香りは暖かいもの、風の手のひらは柔らかいもの、それは君の心が微笑んでいるから、ほらやっぱり君は笑顔が似合う。ピアノでね、お手伝いをさっきのね、東京ハイソウルさんのね、インコちゃんって呼んでるんですけどね、インコちゃんっていう名前ってバレてるんですか？今はもうそういう名前じゃないんでしょ？インコちゃんだ、インコちゃん。飯村浩一だからインコちゃんなんですよ。内村浩一だったら、ね、大変でしたよね。ちなみに田中浩一のカイちゃんとかなんですよね。はい、じゃあ赤いノスタルジアってだけで、これはあの山頂の夕日っていうコミックがありましたね、映画ではオールですだったかな、ちょっとね、夕日と朝日はどっちが好きですか？どっちが好きですか？
朝日はね、ちょっと眩しくてね、僕夕日のが好きなんです。朝日はね、ちょっとここに突き刺さる。大体あの、ね、走るのって夕日に向かって走りますよね。森田健作さんとか。いきなり森田健作さんですけど。で、あの夕日はね、沈んじゃうんですよ、終わり。終わりなんです。で、終わりなんですけど、夜を通してね、真っ暗な夜。なんで夜が暗いんでしょう。それはお星様を見るからです。そして、またね、朝が始まる。始まりをね、はらんでる終わり。今日はもうこれでいいよ。疲れてる。もういいよ。で、また明日来るんだからっていうような感じなんですけども、まあ、赤いです。最初からっていうのもね、最初からいっちゃいましょう。また最初からやるのかよっていう。ああ、またあのイントロが消えるっていうのと、この微妙な拍手のメールが大好きです。
道に忘れた泥だらけのあんたち瞳を閉じれば今でもそこにある赤いノスタルジー誰かがじっと見てるあのマンションの屋上でいつまでも見つめてるなんてノスタルジー夕暮れを探るようにいつまでも見つめてる看護師さんの顔が見えます浩一訳していい子なんですね。もしこれが内村浩一だったらってさっき言いましたよね。それは何なの？それまあ、でそういうさっきね言いましたね。あなたって作ったと風って作ったとあと人がね死んじゃう歌が多いですよって。今度ねまたあなたって歌作るんですよ。ありがとうあなた。今度はね何を隠そう自分の夫を殺しちゃったんですよ、殺しちゃったっていうかねあの本当に死んじゃったんですよ。あのちょっと殴ったんですけど、そうじゃないあの、その前13回転もったんですけどね死んだんですよ、亡くなったんですよね。で、1年あの経ってね、あの親父がね、非常に能天気なね、あの誰にいたのか、まあ、僕にいたんですかね、あのなんで子供にいないのか分かんないんですけど、1周期経ってから、ノートって言ってましたね。あのずっと闘病日記みたいに作ったんですよ。大きなお世話なんだけど、だからで、その最後のページ最後のページって要するに意識があってかけた最後のページっていうことなんですね。でちょっと黒くなってる下の方がね僕がマジックで塗ったそうじゃなくて多分血のりだと思うんですけどね。で、まあ、そのノートが出てきてねで、まあ、遺書みたいな感じなんですけどもそれも13年以上前ですよね。でその最後のページに書いてあった言葉なんですよ。であのさっきねあのインコちゃんがね、インコちゃんってもう呼んじゃってますけどね、本名忘れるんですよ、インコちゃんって言うと、あいつなんて言うんだっけなって言ってね。で、いいんですけども、コウジっていうんですね、まあ別名ヒロチョコって言うんですけどね、だいたいね、どっちで呼ぶかでね、次第わかるんですよ。小学校、中学校までのね、僕の友達はね、みんなね、コウジ、コウジ君、コウちゃんです。で、高校以降はみんなね、あ、高校もコウジだね。ねえってなんかね飛び飛びでそうだ高校まではそうなんだ。大学受験の時にあの親父に聞いたんですよ。俺の本当の名前はこれ広次っていうのか浩次っていうのかどっちだっつったらどっちでもいいよって言うんですよね。で本当嘘もあるんですけどね。戸籍部活出す時あの読み仮名を送らなかったらしいんですけど今もそうなんですか。そうでしたっけ。で漢字で書いてで、まあ、あの日の宮のね、呼び捨てにしちゃいけないですけども後に生まれたから、ヒロってつけてねで、世の中を作ったって、こうじいだったりで、本人の意識はね、ヒロつぶだったんですね。で、それはね、実は生きてる時におくるから聞いたんです。で、本当はね、あの、こうじはね、ヒロつぶって言うんだよってあんたこうじって呼んでるじゃないかって思ったんだけど僕の親戚関係全部こうじって呼ぶんですよ、元だから小さい生まれた時から、こうちゃん、こうじって呼ばれてきたんですね。なんでそうかって言うと、親父はヒロつぶってつけたんです。僕の本当の名前田中広次なんですよ。それがなんでコーチになったか。うちの親父は先祖代で砂町育ちなんですね。砂町東京江東区で火と死の区別が本当につかないんですよ。で広次ってつけたのはいいんだけど白次って呼べないんですよね。
で、めんどくさいから工事にしたらしいです。で、まあ、何を隠そう。自分のね、その親父の嫁さんっていうのは、まあ、僕のお袋なんですけど、今、借りに行く。で、だから白子なんですね。ロゼット洗顔パスタみたいですけどね、白子。誰もわかんない。白子と結婚してね、で、白粒ってつけてね、懲りたんだったらもうやめりゃいいじゃないですか。弟、広い家って言うんですよ。白い家って言うんですね。だけどね、真ん中にもう一人ね、幻の弟に来ましたね。あのケンジって言うんです、これだけは。このね、ケンジだったら呼べるって言って、広壺をやめて、コウジって言うんでしょ。だから、あ、家業がいいわと。で、コウジって、次に母音が来るとやりやすいから、ケンジ、コウジ、ケンジ。本当に単純ですよね。ちょっと試してみましたかな。で、コウジ、ケンジ、広い家。まあ、広域は他に読み替えようがなかったんですよね。つけなきゃいいのにね、無理に読み替えると高校になっちゃうんですかね。で、その賢治はね、あの死んじゃったんですよね。で、長くなりましたけど、ね、ありがとうあなたっていう歌をね、したいと思います。ひろちゃん、これちょっと邪魔な感じですね。じゃあですね、ダンサー、違います。ダンサーまた来て何だか分かんないでしょ。ダンサーまた来、また来、お風呂のドアにっていう歌なんですけどね。こんなことやって、そらってこんな下品な歌じゃないですよ。ダンサーも最後思わぬ地域ですよね。これ2番もあるんですか、今度はね。2番がちょっと大変な歌がね、もう大変。これ悲しい歌なんですよ。ダンサーまた来じゃなくて、ありがとうだった。あの、ダメです。この話はね、楽しい歌の前にしなきゃダメですよね。じゃあちょっと雰囲気を変えますね。僕の袋ね、僕の袋が、死んだその最後のページに書いてあった歌でね、その工事を、もう一度ね、調べてもらったら、僕、シラフですからね、最後の時にね、もう一度生まれ変わったらね、あなたと結婚して、そして工事と賢治と古い教を歌って書いてあったんですよ。で、それを見たときに、こんなに前振りしてくだらない話しましたけど、それを見た瞬間にね、泣きましたね、さすがに。もう、で、親父もね、こんな感じでしたけどね、なんとか、すぐじゃなくてね、1年も経ってからから余計だったのかもしれないですね。で、そのことは僕の当時になります。じゃあ、このありがとうございます。ちょっとね、ダンサーのタイムになっちゃってるから、チューニングが降っちゃったんですよ。ちょっと楽しを見送るあなた、拳は固く握られていた。その唇はかすかに震えている。閉じられた瞳の奥にポツンと光が落ちた。もしも生まれ変わることができたら、私探すはもう一度あなたを。そしてあの子海たいの工事賢治の雪。今度は母を置いていかないで。
あの子たちにそう伝えて、ありがとうあなた、さようなら、ありがとうあなた、さようなら。こんなのも外しちゃうから。ありがとうございました。あなたの作った賞ながら忘れよう、最後はね、あなたが演じてね、今度はね、あの誰もしないから大丈夫ですよ。これ、ね、これ前向きな歌なんですけど、だいたいね、ライブのためにこの歌の前によく喋ってるんで、ね、続きを先に言わないでほしいんですけどね、人生というのは分岐点、選択の連続なんですよね。選択の連続なんです。選択してますか、選択してますか、アタックやザブじゃないですよって、そういう話じゃなくて、選択の連続なんですね。で、選択だけちゃんと言いましたね。ごめんなさい。で、そう、自分で、ね、落としてて何やってるのお前はって、そういう感じですね。決してお客さんのせいじゃないでしょ、なんかこう下の方に行っちゃうとね。もっと下がったね。で、そのね、人生は選択の連続なんですけど、振り返るとね、あの時、この人と結婚してなかったら、あんなこと言わなかったら、こんなことしてなかったら、今どんな人生になったんだろうっていう選択肢が多分無数にあると思うんですよ。で、そんなことを考え出すとね、もしあの時こういう選択をしてた自分って、この辺でこうなったのかなって、今の自分にね、満足してない人の方がどっちかというと多いかなって気がします。でもね、そうでない選択をした自分のね、今ある姿って想像を望むことができないですから、やっぱり今あるこの確率っていうのはね、ものすごい1億分の1、数億分の1の確率でね、今の価値があるんですよ。自分がね、この自分として存在する。だったら至らないところはね、もうマイクの頭がない、数えるがキリがない、ひっそりと自分で分かっていても、でもやっぱり大事にしなきゃしょうがないかなって最後ぐらいは語ってますね。落ちがないですね。落ちがないから突っ込まないでくださいよ、その辺の方。あなたに突っ込ましてもらえないじゃん。もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある。遥か遠く優しいその笑顔が、今でも輝いているから、苦しみと言えることない悲しみの重さは大切な人を失う旅に知る、ぽっかり開いた穴、痩せた体をいつしか強く温かく、歩まぬ道の先を思えば、永遠に道の光が眩しい、締め付けられる思いは小箱の中で微笑むよ。口に出せぬもう一つの未来のあなた、
思い出は命果てるまでそっとしまったまま足元の幸せも悲しみもいつも支えてくれていたはずだよね手のひらをそっと開いてごらんあなたの命が笑っているからあなたがあなたに生まれた奇跡を今感じてほしい笑い声も泣き顔もあなたの優しさの輝きあなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい笑い声も泣き顔もあなたが生まれた輝きだからありがとうございました。最後はね、レイナさんというね、楽しいステージを聞かせていただけると思います。そしてその後、フィナーレは皆さんで一緒にいただきたいと思います。レイナさん、お願いします。